にかかってこようと恐れはせぬ。かい。聞く耳を持ちません。馬長は将軍が早々に寝返ったと思っています。いっそ本当に寝返ったらいかがです。馬長殿は私の義兄弟だ。そんなことができるか。こうなってはやむを得ません。覚悟しろ。監視将軍、慌てるでない。助太刀だ。矢を放て。関水、見よ。曹操が助けに来たではないか。これでもまだ言い逃れをしようというのか。かかってこい。
申し上げます。目を描き入れるときは細心の注意が必要だ。少しでも手が滑れば台無しになってしまう。はあ、龍将様がおかけになる美人画はこちらで待っている舞姫より風情がございますな。そうかもしれぬな。して何用だ。はい、伊水のほとりで曹操が馬長の20万の大軍を破り清涼を手に入れたとの知らせが。馬長は逃げ場を失い5万の兵とともに寛寧大衆長老のもとに身を寄せたとのこと。そうか、曹操めやりおるな。清涼も手に入れたとは。曹操と次に戦うのは長老か。いえ、長老の矛先は益州に向いています。なんだと。何故曹操でなく私と戦う。それはあの馬長ですらかなわぬ曹操に長老ごときが立ち向かっても歯が立たぬのは火を見るより明らか。やつらの艦中は攻めやすく守りがたいとち、生き残りを図る長老は馬長の手を借り我らが益州を取ろうとしているのです。益州と艦中を合わせれば曹操に拮抗する力となります。万が一敗北して艦中を失おうとも険しく攻めがたい益州の地に退くだけのことゆえ。この益州が攻めるに敵と地なら恐るることはない。長老に攻め込ませて我が方は20万の大軍で守りを固める。かねてより長老は西への勢力拡大を狙っており、猛将馬長を得た今まさに怖いものなしでございます。益州のいかなる兵も猛将馬長とやらに勝てぬのか。今は亡き呂布をご存知ですか。無論である。宝天画劇を手に関鳥羽を狩る天下無敵の英雄だ。曹操曰く馬長は呂布に勝るとも劣らぬとか。伊水の戦いで馬長に追撃された曹操はひげを切り顔を隠して逃げた後、馬長に罹患の刑を仕掛けました。馬長はあと一歩のところで惜しくも曹操を打ち損ねたのです。長将よ、私はどうすればよいかの。巨都へ貢ぎ物を献上するがよいかと。曹操に連盟を申し入れて漢中を攻めさせるのです。長老も西への進出を諦め益州は安泰を得られましょうぞ。そうか、それはよい。しからばそなたが使者となれ、巨都へ赴き上将にこの話を持ちかけるのだ。御意。なんとまあ凡庸な主君か。これでは持ちこたえることなどできぬ。こたびは助かったとしても次は無理だ。そなたも私も志を抱き希望を備えておるに、凡庸な主君をただひたすら守るだけとはな。せっかく天から益州という要害の地を与えられたというに、龍将様はそれを大事にしようとせぬ。よそから名君を迎えた方が益州のためによいのではないか。宝生殿、主君に反旗を翻す気か。長将殿、私はそなたを職の祭人だとばかり思っていた。かような俗物に過ぎぬとは。よかろう、私を捕らえて龍将に差し出せ。高直殿、そなたも大胆なお人だな。は？永年殿、そなたも同じ思いだったのか。え、高直殿、こちらへ。さあ、
ご覧なされ、遠慮はいらぬ。これは蜀十二軍の地図ではないか。蜀は険しさに欠けては天が一。この地図がなければどんな大軍も蜀に侵入できまい。これは私が三年の歳月を費やして書いた地図だ。地形や街道、川、渓谷、兵営、軍鎮、倉庫や兵糧に至るまで蜀のすべてを書き入れた。これがあれば蜀の半分は手に入れたも同然だ。この地図はそなたは誰に献上するつもりか。巨頭の曹操に献上する。曹操は軍略を胸に秘め、強大な兵力を持つ。天子を差し挟み、天下に号令をかけることができる当代一の覇者といえよう。曹操が治めればここに暮らす民も常しえに太平を享受できる。そなたも私も才を生かせるではないか。曹操は漢の丞相を名乗れど、その実国賊である。何故官室の末裔劉備に献上せぬ。劉備はすでに慶州九軍を手に入れ、諸葛亮、関羽、張飛、張雲を従えている。いずれ大業をなすだろう。慶州は曹操と孫権の土地に挟まれている。相番落ちるに違いあるまい。生き延びる保証すらないのに大業成就など土台無理な話だ。そなたは曹操を国賊と決めつけているが、私には何とも言えぬ。人はとかく悪口を言うものだ。罵られたことのない英雄はおらぬ。罵られはしたものの、曹操は大業を成し遂げ名を挙げたではないか。劉備は確かに聡明な君主だが、曹操は紛れもなく天下の覇者だ。乱世において覇者は剣主に勝るもの。京都へはいつ出立なさる。明日には立つ。一月後には京都につけるだろう。さようか。道中くれぐれも気をつけられよ。ああ。上将、西方遠征で消費した兵糧や失った兵馬の記録をお持ちしました。お目通しを。多いのか。はい。曹公、徐公、花公園の部下は半数が負傷もしくは戦死。青州、紀州、徐州の租税はあらかた使い果たしました。つまるところ8年がかりで蓄えた兵糧の7割を使い果たしたことになります。うん、確かに損失は少なくないが、長い目で見れば得たものの方が多い。なんといっても北の憂いを取り除けた。その上西凌8軍が手に入った。西凌といえば極寒の地だが、春芽の産地で猛者も多い。わしが中原に歯を唱えてかれこれ10年になろうか。兵士もすっかり年老いた。新しく勢量の兵を加えれば軍の力も補填できる。その通りにございますが、勢量は董卓没後一貫して馬氏親子の土地奪い取ったばかりで、民心は掌握できず、伝馬田は荒れ放題で徴税にも出兵にも応じませぬ。ならば今後は三つのことに留意せよ。三つのこととは。第一に民をいたわれ。第二に開墾せよ。第三に休戦せよ。詳しくご説明ください。西凌は元来豊かとは言えぬ土地の上、
絶え間なく打ち続く戦や干ばつのせいで民は過酷な暮らしを強いられておる。目を下そう。清涼に駐留するいかなる軍もこの地で兵糧を集めてはならぬ。たとえ泡一粒でも民から奪えば情け容赦なく切り捨てる。長安の穀物庫の兵糧を分け与えて民を救済せよ。2年間は清涼八軍の民の税を免除する。これをもっていたわりとす。特進しました。第2は武金を差し向けるのだ。老兵や力のない兵を率いて清涼を開墾させるがよい。希望する者には金銭、牛馬、穀物を与える。よいか。最初の3年は収穫した穀物を自分のものにしてよい。それ以降は収穫の7割を兵糧として供出させる。良い策です。第3は我が方がこれまでに抑えた中原四州に勢力を加えると縦横数千里の広大な土地となる。しかれど打ち続く戦で兵は疲弊しきっておる。この先数年は休戦しようと思う。その間も兵は訓練を積み重ね兵糧を蓄え武器を作る。休戦中十分な力をつけた後南下するのだ。勝ちたければまずは自分の足元を固めることを忘れてはならぬ。速やかに文官武将に招集をかけ3つの策を施行させます。紀州劉将の使者別賀の長将が長江に参りました。分かった。はっ。劉将と劉備、あやつらは同じ穴のムジナ。由緒ある執事を自負してわしと付き合わなかったのに、今さら何を思って抜け抜けと長江など。紀州の別賀長将といえば劉将の側近の中でもえりすぐりの腹心で職に強い勢力を持つ豪族です。劉将のやつ一体何を考えておる。助けてほしいのか、はたまた騙すつもりか。いずれにせよまずお会いになられてはいかがでしょう。いや、やめておく。長将とやらに伝えよ。わしはあの者を待たせる。数日宿に泊まらせておくのだ。よい。何？今日も時間がないと抜かしたのか。はあ、本日は上将の一番下のお子様が満1歳を迎えられたためお会いできないとのことです。どうなっておる。たかが子供の誕生日のために職の特使をないがしろにするとは何事だ。ここは一つ何とぞご勘弁を。曹操は懐が深く賢人を重んじる人物と聞いていたのだが、どうやら間違いだったと見える。長将を待たせて5日になります。宿の者の話では毎日酒を食らって上将にないがしろにされたなどと栗ごとを述べているとか。待ちぼうけを食わされれば文句もつけたくなろう。駅州は千里の彼方です。
道中容易ではなく、邪険に扱えば上将を頼る気持ちも冷めましょう。劉将も諸侯の一人でありますぞ。そなたがそこまで申すならば、明日会うこととしよう。上将。そなたが会えと申したのだ。わしは承知した。何故伝えに行かぬ。上将のご真意が分かりませぬゆえ。京都では官府の風紀がいささか堕落したと聞く。10年前の洛陽のように、地方から都に来た役人に賄賂を要求しておるそうだ。まさかそなたも長将から賄賂を受け取ったのか。まさか私をそのような卑しい人間だと。ただのザレ言ではないか。そなたは真面目すぎるほど真面目な男よの。真面目な男をからかいなさるとは。わかったわかった。そなたに本当のことを教えてやろう。長将に会わなかったのは来訪の意図がつかめなかったゆえだ。なれどついに合点がいった。ゆえに明日会うことにすると言うたまでよ。お取り次ぎお願い申す。職の特使長将様が上将にお目通りに参りました。騒がしいぞ。長将とは誰だ、お前か。はあ、お待ちください。長将だ。ああ、これはどうも失礼いたしました。上将は公務で多忙につき、どうかお引き取りください。すでに6日待たされておるのだ。今日は約束通り上将に会いに来たのだぞ。さようで、ならばここでお待ちください。すぐに聞いてまいりますゆえ。さっさと行かぬか。何をしておる。その前に心づけを頂戴せねば。何だと。私は益州の別眼、はるばる上将に会いに参ったり、袖の下とは何という不届き者か。どこから来られようが、しきたりは守っていただきませんと。ええ、やはり郷にいれば郷に従えで。さあ、ふん。あ、これはどうも。しばしお待ちを。伝えてまいります。しぼの要衆がお迎えに上がりました。上将はどちらに。ああ、こちらへ。上将、上将、職からの特使です。益州の別が長将が上将に拝謁いたします。そちが例の小何がし、いや少将か。
蝶にございます。弓辺に長いと書く蝶です。ああ将ではなく長と申すのか。長将よ、そちの主の劉将は長いこと長考を怠っておったな。理由は何だ。道中は険しく、しばしば盗賊が出るため控えておりました。何を申すか。中原はとうに平定し、天が太平であるぞ。民も落ち着いておる。どこに盗賊など。南に孫権、北に長路、西には劉備、三人が数十万の兵を率いて割拠しているうちは太平などありませぬ。少々とやら使者のくせに甚だ礼儀を知らぬやつだ。うん、少々ではなく長少です。千里先からはるばる出向いたに、宿で6日も待たされましたが、これでも人並みの礼儀はわきまえております。無礼者。幸いにして上将は心の広いお方です。遠方からお越しになったことを考慮し、罰はお与えになりませんでしたぞ。職の人間は人に取り入ったりなどせぬ。意思を曲げて迎合する術も知らぬ。なんと、京都には人に迎合する者ばかりいるとおっしゃるのですか。誰よりご自身がお分かりでしょうに。そなたは帝育、命を伝えよう。はい。二日のうちに京都の軍から精鋭3万を選び、西の朝練場に集めよう。わしがこの目で直に訓練を見る。京都にはもともと4万の兵がおりましたが、清涼との戦で2万ほどに減り、3万を集めるのはもはや無理かと。ならば行都洛陽からかき集めてまいれ。各軍とも兵士は疲労困憊です。それでも訓練は怠れぬ。今宵攻めてきた敵に今宵は疲れている、明日また来いと言えるのか。皆に伝えよう。規制を上げて訓練を行え。遅刻する者や指揮に欠ける者は軍法に従って処罰する。御意。多忙を極めており、ここまでご足労をいただく羽目に。いやいや、構いませんとも。どうかお気遣いなく。お気をつけて。長将殿、こちらへどうぞ。ああ、はい。ああ、そちらですか。どうぞ。益州の別が長将が上将に拝謁いたします。うん、長将か。益州でこれほど多くの数の兵馬を見たことがあるか。劉将様におかれましては、兵力に頼らず陣をもって国を治めておられます。どういう意味だ。わしには陣がないと申すか。いえ、まことに恐れ多きことです。滅相もない。長将よ、天下の諸侯など草や塵も同然。我が大軍に勝てぬ戦はない。わしに従えば
生かしてやるが、逆らえば死ぬ。分かっておるな。はい。上将の神のごとき兵法で取れぬ相手がないことはしかと存じております。かつて牧羊にて呂布を攻めた時もしかり、炎上にて長州と戦った時もしかり、石壁にて周瑜と戦った時もしかり、火曜堂にて関羽と会った折や、道館にて羽織を脱ぎ髭を切り、伊水にて船に逃げ矢を避けた折もしかり。無礼者だ。もう許せん。この者を切れ。はあ、お待ちください。まことに無礼なれど、遠路はるばる長江に来た者を切れば、遠隔地の民の心を失います。上将、徳氏を切れば戦になりましょう。まして長州は友好のために参ったものです。言いたい放題ほざきおって、この胃の中の川爪が二人のおかげで運よく命拾いしたな。誰かここに棒で叩け。はっ。駅州から来たあの別川は帰ったか。ああ、上将のお怒りを買った後、荷物をまとめて出て行きました。帰りたければ帰るがよい。欲しいのは才あるものだ。わざと長将を怒らせたのは何故ですか。そなたにも分からぬようなら、この策は成功だ。考えてもみよ。馬長は負けて長老に助けを求めたが、長老が漢中を守る方法は二つしかない。一つの方法はわしに降伏することだ。もう一つは益州を取ることだが、馬長を受け入れたとあれば益州を狙っているに相違ない。益州の劉将は長らく長江に来なかったのに、突然別画をよこしおった。もはやその魂胆は明らかだ。劉将は長老を恐れ、馬長が益州を取ることを恐れている。故に上将に長老を打たせ、己を守ろうと、そういうことですな。受け負うわけにいかぬが、断れもせぬ。どうにもならぬゆえ怒らせて追い返した。いっそ引き受けて蜀と手を結び、漢中を攻められてはいかがでしょうか。漢中を取り、宿敵馬長をも潰すのです。かえって都合の良い話ではございませぬか。すでに基本の方略を決めたであろう。敵を1万倒そうとすれば、味方には8000の犠牲が出ると言われておるではないか。故に数年は休戦して時期を待つべきだ。なぜならば、現状では全力を傾けずして漢中は落とせぬ。漢中の戦で手一杯の時に孫権や劉備に攻められでもしたら、挙党は危うい。方略の変更とは安易に行ってはならぬものだ。ああ、戦いたくはないが、戦えないと思わせてはならぬゆえ、連兵を見せて威力を示されたのですな。長将は可愛げがない。心根が良くない。もったいぶっておる。あれは才をひけらかすやからだ。虫が好かぬ。益州にお戻りになるなら、東ではなく西に行かねば。私は漢中を早々に攻めさせると言った。主君の前で大見えを切った手前、手ぶらでは戻れぬ。主君に合わせる顔もなく、官僚たちには嘲笑われるだろう。益州を早々に献上するつもりだったが、ああも了見が狭くてはな。門番ごときに袖の下を背びられるとは思いませんでした。曹操のような輩が上将では、国も長くありません。
やはり駅州に戻られては。ん？この先は何という場所だ。永州の境かと。うん。では劉備の地盤から遠くはない。身分がバレるよう気をつけねばならぬな。慶州の兵に出くわしたら職の商人だと申すのだぞ。はあ、そこまで慎重に。劉備は主君と同じ官室の末裔なのだ。我々が官の敵である曹操に助けを求めたことが万が一にも知れたら、劉備はさぞ我々を恨むに違いなかろう。はあ。駅州のベスガともあろうお方が職の商人に見えるはずがあるまいに。え？ぶしつけながらそなたは。ええ、名は宝刀と申す。あざなは資源、豪は宝数だ。ああ、連れを紹介いたさんとな。あちらにおわすは慶州の将軍関雲長、こちらに控えるは南軍の将軍張翼徳である。なんということ、何故ここに。ええ、劉公祝の命を受けて長将殿をお待ちしておった次第で。私は長将とやらではなく職の商人でして、名は将と申します。いや、何をとぼけておられるのやら。京都に長江に行かれたことを主君はとうにご存知でな。それで三百里の彼方から雲長殿、翼徳殿加えてわしを使わされたのだ。長将殿をお迎えに上がったのですぞ。どうかおいでなされ。劉公祝が私に何用です。曹操には歓迎されなかったようだが、我が主君は客人を大切になさる賢人ですぞ。ささ馬車に乗られよ。遠慮など無用だ。どうぞお乗りください。どうぞ。うん。長将殿、どうぞ。さすが劉玄徳、噂にたがわぬ見事さだ。慶州牧劉備です。お待ちしておりました。よもや公祝にお迎えいただけるとは。かくも盛大な光景は今まで見たことがございませぬ。長将殿の雷鳴はかねてより耳にしておりました。今まで教えを請うこともかないませんでしたが、お戻りと伺い、早速雲長と翼徳に出迎えを命じました。失礼をばお許しください。しばしこの地にご滞在くださいませ。活号の情を述べさせていただければ幸いにございます。公祝の熱いお気持ちに胸が詰まる思いでございます。なれどこれは国礼も格屋の礼にて恐縮のあまりお受けできませぬ。国司を国礼で歓迎するのは当然のことでしょう。そなたの主君劉貴玉殿は我が高家、今日は兄に会えたような気がいたします。どうぞ。公祝がお先に。
この旗は何でしょう。石壁で曹操と戦った際に奪った旗を敷いてございます。足元に見えますのが曹操の式です。これは曹仁の正旗、それは長領の霊旗、巨著の英旗も。永年殿、我が弟関羽が手心を加えねば曹操は唐に囚われ人でした。お迎えするにあたり国司には旗を踏んで歩いていただくのがよろしいかと。いかがでしょうか。天下の勇士は曹操だと思っていましたが、今日初めて知りました。孔宿こそが天下の英雄です。向かうところ相続もなすすべはない。関の天下はいずれ孔宿に帰しましょうぞ。過分なお言葉、まことに恐れ入ります。さあどうぞ。永年殿、そなたは誠実で忠義に厚いお方。乾杯しましょう。どうぞ。乾杯。長相殿、乾杯させてください。ぜひとも乾杯。この長飛長相殿のようなお方には心底敬服でな。さあ俺も先生と一杯。先生が一杯飲まれれば俺は三杯飲もうぞ。乾杯。いやいや、私は酒に弱い。すっかり酔いました。もうこれ以上は。つれの人だ。よもや俺を見下しておられるのか。いやいや、とんでもない本当に酔ってしまって。先生は曹操さえ恐れぬお方だ。酒など恐れるはずもなかろうに。乾杯だ。さあ。では乾杯。乾杯。青梅煮酒